マティルデ・フォン、エスター・ライヒは、ハプスブルク・ロート・リンゲン家の分子テシェン公爵家の公女。テシェン公爵家の当主、アルブレヒト大公と、その妻で、バイエルン・オール・トビヒ一世の娘であるヒルデガルトの間の次女として生まれた。テシェン公爵一家は、公爵夫人ヒルデガルトが、皇后エリーザベトと十姉妹同士だったこともあり、オーストリア皇帝。 フランツ・ヨーゼフ一家とは親しい間柄だった。公爵一家は夏は祖父、カール大公の建てたバーデンバイ・ウィーンのバイルブルク宮殿で、冬はウィーンの館で暮らした。マティルデはまたいとこにあたるハプスブルクトスカーナ家のルートビヒザルバトール大公と相思相愛の関係だったが、二人は結婚に踏み切ることはなかった。マティルデはオーストリア・ハンガリー帝国と イタリア王国の政治的緊張関係を改善するため、イタリア王大使ウンベルトに嫁ぐことが予定されていたのである。マティルデは1867年6月6日、皇后エリーザベトのウィーンの館であるヘッツェンドルフ城において、わずか18歳で亡くなった。マティルデは劇場に行くために、ガーゼのドレスに着替え、タバコに火をつけた。 ちょうどそこへ日頃から娘に喫煙を禁じている父、アルブレヒト大公が近づいてきたため、マティルデは急いでタバコをドレスの後ろに隠した。 すると燃えやすい素材のドレスは芝叩く間に発火し、マティルデは全身に大火傷を負って死んだ。マティルデ大公女の遺外は、皇帝家の霊病であるカプツイーナー納骨堂の先に亡くなっていた母と兄の傍らに安置された。ありがとうございます。